泉区の70代の男性が警察官を名乗る男に現金600万円をだまし取られました警察によりますと先月30日泉区の70代の男性の自宅に総務省の職員を名乗る男からあなた名義で契約された携帯から大量の迷惑メールが送信されているなどと電話がありましたさらに 新宿警察署の木村と名乗る男からも電話があり LINE で偽の警察手帳などの画像が送られてきたということです木村を信じた男性はあなたの口座に入っているお金が詐欺に関わっているお金か確認する必要があるなどと言われ合計600万円を指定された口座に振り込んだということです県警によりますと 警察官を語る同様の詐欺に関する相談は、今年1月から先月までに657件寄せられています。また、守秘義務があるからといって制約書を送り、周囲に相談させない手口も多いということです。県警は、警察官が警察手帳や逮捕状の写真を送ることはない、お金のやり取りになったらすぐに相談してほしいと呼びかけています。